はいどうもこんにちは。今度は CHR です。うん。SUV ってやつなんですけどね。結構かっこいいと思うんですけど、車としてはどうでしょうか。うん。お、なんかすごいお、これは何をアピールしてるのかな。 疾走、うん、してますね走りについては妥協してませんと、まあ、格好も妥協してないということで、うん、まあニュルブルクリンクっていうサーキットがドイツにあるんですけどそこで鍛えたということが売りになってますね ま実際レースもこれ出てますから内装も実際見ると結構凝っててねいいんですよね形がなんかみんなこういう感じのひし形じゃないですけどこういうパネル上でいろんなものがパーツとして 形は使われてるんですよこだわってますねうんこんなとこもねひし形でうんカーブがこの車のセールスポイントですかカーブを曲がるときが 楽しいんですかねきっとシートもねなんか結構ホールドしそうなシートですよねあこれがそうですかねこれは違うかなヨーロッパで10万キロ走ったっていうのがま作ってる時にテストでいろいろ走ったそうです なんかスタビライザーも結構太いのを使ってたり足回りには結構お金かけてるそうですダンパーもねなんかザックスザンパーっていうねザックスって会社の結構いいダンパー使ってるんですよね、まあ、システム的にはプリスと一緒なんで、まあ、燃費もまあそれなりに ありますよねメーターもメーターもなんかちょっとひし形みたいなメーターなんですね後ろが結構この車凝った作りでターボエンジンもあります1.2のやつですか うんパワー的にはどうなんですかね。1.2、まあ、オーリスって車で、このエンジンは乗ったことあるんですけど、まあ、それなりにパワーはあるし、ただ、オーリスと違うのは、オーリスは、廃クなんですよね。こっちはレギュラーですか確か。まあ、車重も違うんで、 どうなんだろうな夜もねテールがいいっすよねかっこいいっすよねテールまあ安全性能はプリウスと一緒ですねいわゆる今はセーフティーセンスって言ってますけど 名前変わる前は、セーフティーセンス P って言ってたやつですね。まあこんな機能がありますっていうことですか。まあこれも同じですね。プリースと違うのは、この電動パーキングとブレーキホルド。これが ついてるということですね。これ楽なんですよね、本当に、うんに、うん。シーケンシャルターンランプですよ。こう、ね、こっちからこう光るやつですね。後ろはひな流れないんですよね。後ろはただ普通にピコピコと。 点滅と衝突を繰り返すだけのやつなんですけどこのでもねこの3つのラインがね結構外から見るとかっこいいですよねうんまあ衝突安全とかはまあどの車もおお イルミネーションランプなんていうのもあるんですかえー、シートヒーターは欲しいですねやっぱりまあ容量はそんなには積めないでしょうまあ積む車じゃないですからね まあ特徴的なのはこれですかドアハンドルが後ろのドアはこう上の方についてて一見するとハンドルがないように見えるデザインですまあただ子供とかはちょっとこれ後ろ開けらんないっすよねかなり高いところありますから、まあ、そういう意味じゃ安全ですけどね ツートンもあるんですけどこの車は2トンがよく合いそうですねデザイン的にもなんかそういうふうになってるのかなまあ無難ですけどこの白黒なんか一番かっこいいですよね合ってますよねグレードはかなり絞られてて 基本的にはもう G と S っていうのしかないんですよね。2つのグレードで構成されてます。で、こうですね。で、その中にハイブリッドと、まあ、ターボエンジンと2種類あるわけですけど。 写真の何かあるんだねカスタムするとうんなかなかいかちいいなもともとゴツゴツしたデザインですけどまあカスタムすれば当然いかちくなりますよねあでもこれぐらいだったらシンプルでいいなうん こんんなもんですか、ね、まあほとんどオプションもつけるのはあんまなさそうですね最初から結構いろんなものがついています最近流行りの SUV ですからね、うん、気になるなこっちも